YouTube, friends, video. Uh oh, hold on. Let me get a close up. Let me get a close up. What's up, y'all? What's up? All right. So look, today we got why dread dreadlocks are trending in Japan. I'm like, I saw this. I'm like, oh, I gotta watch this with my people. You feel me? Why is they trending in Japan? We're finna try to get an answer, even though this might not be the real answer, but this is actually kinda crazy. Dreadlocks in Japan. Like, look at this. That's crazy. What? Bro, he actually looks kinda like light-skinned. <laughs> he got the little mo he just looks like a light-skinned boy. And his hair kinda looks like What the freak? Yo. 何? His hair looks like my friend here. Hey guys, hi, there. I'm Takashi from Japan. So today I'm going to interview Japanese guys who have dreadlocks. I'm gonna ask them why they choose to have dreadlocks hairstyle. Are they interested in black culture? Something like that. Okay, let's find out today. On my channel, i So all, all, automatically he thinks like. I'm gonna start doing this. Automatically he thinks that like. Because they have dreadlocks, that they do black culture. I mean, I kind of sort of automatically think like that too. But do y'all automatically think that, like, if the Japanese people do dreadlocks, are they copying black culture? Is that a thing? ありがとうございます。はい、えっと、としてるじゃないですか、はい なんかどうしてどれとしようと思いましたなんかもともと中学校の時に、はい「What?Yo, and he's actually admitting he's admitting I fell in love with the black culture in middle school?How do you fall in love?What?Okay, What? I wanna listen.Cause I like that h e honest.」カルチャーが好きになってまあそれでまあいつか大人になってやりたいなと思ってまあ今やってる感じですね。ダンサー<え>そうですね、ダンサーです。 日本でドレッドすることって、はい、まあ、やっぱり珍しいじゃないですか。はい、なんかいい部分と悪い部分あります。ドレッドに実際してみて。まあ、圧倒的に目立つし。He know he get the やっぱ洋服も締まるし、<laughs> 本当なんかこう。 まだ偏見が硬い人とか偏見がある人とかにはちょっと。え、親御さんとないったえ、親御さんとか何もやなかったえ、親御さんとか何もやなかったえ、親んとダンスやらなったし親御さんとか何もやらなかったえ、親御さんとかしもたもちろんその中学校の時は黒人のダンサーとか。 もう今最前線でやってるラッパーとかイアン・コナーっていうまあファッシャニスタの方なんですけどやったりリルナズ X っていうラッパーリルナズ X? Are you serious? That dude is… in our culture, he not really… I guess he top dog! I guess he top dog! なんか実際どうでしたやって良かったですか<と>いや俺はもうめちゃくちゃリルナズ X is popping? Like that? めちゃ好きなんでやりたいですね、はげない限り 周りがほぼ俺らの友達はドドレッドなんであ、マジっすかそうなんですよみんなドレッドしてっていう人たちの集まりのところにいるんでそういう人ばっかすねなるほどありがとうございます、はい、ドレッドされてるじゃないですかははい、はいどういうケースケイでドレッドすることになりました やっぱそうっすねヒップホップとかストリート系のカルチャーがやっぱかっこいいなと思っててそれは日本のですかアメリカのですかアメリカっすねアメリカ日本の日本のラッパーとかでもドレッドしてる人が結構増えてきたから、まあ、見る機会が多くなってきたって感じです日本人でもそうっすねアメリカのヒップホップも聞きますかそうっすね聞きますねどのラッパーが一番好きですかいや全然ドレッドじゃないけどツーパックとかあ,<ー>あとヌジャベスってわかります ビジビスって、あれですよねあのローファイの聞くっすねー実際日本でドレッドしてていい部分と悪い部分を教えてください日本でドレッドすることによやっぱりみんな知らないからめっちゃ質問されるしあの <Okay. S 2> まず一番多い質問が「だってさそれあ洗えないじゃん」みたいなそうそうそう知らないからみんな不潔に見てんじゃないかっていう,うどれぐらいされてんの そのブレイズとかいろんな種類あるんですけどそういうの合わせたら半年以上は続けてるっすね<ー>えっとお仕事とかなんかどういうすか今やっぱこういう髪方してるとまあ日本のいわゆる普通の会社にはつけないじゃないですか それはデメリットとはあんまり考えてないですか、とらえてないですか。そうですね。あんまりそういう縛りあるとこは、働こうとは思ってないですね。なるほど。外,外国人に声かけられたりとかします。あ、ありますね。ありますか。ナイスヘア。はあ<ー>。で、写真撮ったりみたいな。なるほど。ありがとうございます。はいます。<中>えっと、どれってされてるじゃないですか。しようと思ったきっかけって。特にないんですけど。 まあちょっとモテようかなぐらいですね。<laughs> なるほど、えっとはい、ドレッドしてると、日本ではどういう目を受けますか、はい、い,い,いい部分でも、悪い部分でもそうですね、いい部分だと、結構まあ話しかけてくれる方が多いっていうのもありますね。で、一個悪いのは、やっぱ警察に職質されたことがあるっていうぐらいですね。はい、なるほど、なるほど。えっと、ドレッドしてて、大変なこととかありますか、自分、メンテナンスがそういう面で。 えっとどれとしてすぐの頃は頭が痒くて大変だったんですけど今はも全く気になんないですね。はい。どれぐらいされてますか。えっと今十年ぐらい。<ー>まあちょっと仕事の関係でまあ切ったりはしてるので本当だったらもうちょっと長いはずです。っえっと、お仕事やければ聞いても大丈夫ですか。仕事はまあ工場のまあ生産関係とか,かあ,あ <laughs>、はい、大丈夫なんですね。はい。一応<や>まあ。 帽子みたいなのをかぶるんで、その中に入れば大丈夫だよと、社長の方に交渉して、OK いただいたんで、えっと友達とか家族とかの反応、どうでした、ドレッドにした時<ー>結構レアだと思うんです、日本だとやっぱり。そうですね、でも別に、特に何も、うん、<laughs> 子供ちはあまり、まあ、好意的ではないっていうか。あ なるほど別にいいって感じですけど多分もう見慣れてるからなんともですけど最後に、はい、あのドレッドってあのアフリカ系の方たちのルーツがある文化じゃないですかそれについて何かんですかね学んだりだったりとか知ろうとしたりとかっていうことはありましたですねやっぱり、まあ、ドレッドっていうと、まあ、ラスターっていう人が、まあ、一番初めに来るかなとは思うので、まあ、そういうのは 元々レゲエが好きだったので、な,なんとなくはちょっと知ったり。っていうのはありましたね。もともとドレッドに関係する文化だったりとか、音楽だったりとかに精通してたからこそ。やることに対して、そんなになんか抵抗感がなかった、ね。はい、それはあるかもしれないです、ね。でも音楽から入ってっていうのが。大きいと思います。Oh, wow, okay. ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ですですはい。こういう髪型されてるじゃないですか。はい、パームって言うんですか。それは。はい、そうです。パーム。どうしてそういう髪型をされてますか。えっと、僕バーバーしてて。 でそれで海外アメリカの,そのワーーのカルチャーに興味があってブラックヘアで自分で当ててみようって思って今1年半ぐらいこれやってるんですけどえっと日本でそういう型をすることのい,い部分いところはやっぱ目立つしやっぱそのカルチャーが好きなんでヒップホップとかそっちの人からその評価されるのがいいところですね悪いところはそんなない気がしてますブラックカルチャーに まあ、ある種あの興味を持つとか好きになるきっかけって何かありました僕は完全にヒップホップ入りでそれで海外のアーティストとか見ててそれがきっかけですかねどのラッパーが一番好きですか僕はウィズ・カリファが一番好きですドレッドしてみたりとか、まあ、もうちょっと挑戦した感じでやっていきたいと思ってますドレッドじゃなくてそのパーム選んだっけあれはなんか逆にアフロ,ーアフローの方が

あの、どうして、あの、ドレッドヘアされてますか。そうですね。ヒップホップとか見て、黒人の方とか見て、かっこいいなと思って。なるほど。はい。なんか、どれぐらいやられてますドレッド。今、二ヶ月、二三ヶ月ぐらいですかね。ねお仕事とか、何されてるか、聞いてもいいです。仕事は。そうっすね。塗装屋さんっすね。塗装屋さん。えっと、じゃあ、オッケーなんですね。仕事は。結構、ダメな仕事も多いじゃないですか。日本そういうの、多分。はい、オッケーなんです、ね。全然、大丈夫です。なるほど。じゃあ、<laughs> えっと、外国人に声かけられたりしますか。 おばあちゃんによく声かけられますね。おばあちゃんにすごいねみたいなこの髪の毛。これからも続けます。そうですね、まあ気分でめんどくさくなっちゃったらやめようかな。夏前には。なるほど。タトゥーとかは入れないですかそうですね。入ってますね。おお。まだここなんですけど。なるほど。かっこいいですね。ありがとうございます。以上です。 okay thank you for watching so far how was it that was interesting the reason i decided to make this video is when i walk in the street in tokyo like there are so many young japanese guys who have dreadlocks like palm i thought it was kind of trending so i wanted to make this video and actually it wasn't hard to find people to interview either i just walk around in that's fire i'm gonna get my like and um i'm gonna subscribe just because that was fire uh but yeah youtube it's your boy Blue Bill, back with another video. Hmm. not all <laughs> and I'm out.